自尊心とは何か。簡単に言うと、それは自分を好きになり、他人と同じように自分も素晴らしい人生を想像するに値する人間だと信じる気持ちのことである。自尊心は大切だろうか？答えはイエス。なぜなら、自尊心は人生のほとんど全ての局面に大きな影響を与えるからだ。例えば、人間関係、自信の度合い、職業の選択、幸福、心の平和、成功。これらはすべて自尊心と密接な関係がある。なぜ人は自尊心の欠如に苦しむのだろうか。誰しも成長の過程で自分に対して負の感情を抱きたくなるような不快な経験をする。そしてその経験があまりにも多いと心の中に次の3つの信念が出来上がる。1、私は自分の人生を切り開くことができない弱虫だ。2、私は不完全な人間だ。みんなより劣っている。3、私は生まれつき欠点だらけの人間なんだ。自尊心を取り戻すのはそんなに難しいことではない。要は自分に対する考え方を修正すればいいだけである。そのためには自分の人生は自分で想像できると確信し、生まれつき持っている自分の価値に目を向けることだ。そうすれば、これら三つの間違った思い込みは簡単に取り去ることができる。自尊心を高めるために少し時間を割こう。その見返りとして、あなたは自信を身につけ、素晴らしい人間関係を築き、楽天的な人間になれることだろう。しかし、一番大きな見返りは、新しいセルフイメージである。なぜならその時、あなたは人間的に大きく成長し、はるかに幸せな自分に変身しているからだ。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、うまくいっている人の考え方完全版という本をご紹介したいと思います。あれ？なんか以前も見たことがあるような、という方は、以前からこのチャンネルをご覧になっていただいている方ですね。そう、本書は以前にも一度ご紹介したことがあるんです。アメリカの実業家であり作家でもある著者のジェリー・ミンチントンさんは、人生がうまくいっている人には自尊心が高いという特徴があると言います。人生に大きな影響を与える自尊心。その自尊心を高めるための100のエッセンスが紹介されているのが本書です。その本書がこの度、100刷り100万部。シリーズ累計150万部を突破したそうで、その記念に限定プレミアムカバー版が刊行されたんです。100刷り100万部ですよ。シリーズ累計で150万部ですって。すごいですよね。100刷りの本を1冊読むことは、本を100冊読むことを超える、と言われているとかいないとか。どちらにしても、100刷りの本は名著なんだと思います。そして、この限定プレミアムカバー、いかがですか？めちゃめちゃ可愛いでしょ？表表紙と裏表紙がたくさんの押し花で埋め尽くされているんです。人生の様々なシーンで本書に触れ、自尊心を高め、四季折々に開く花々のように、彩り豊かで充実した人生を送る一助になるように、という願いを込めて、累計発行部数にちなんで、150輪のお花が彩り鮮やかに描かれているんですって。常に持ち歩いたり、いつも手の届くところに置いておくのにぴったりですよね。本書は約20年もの長い間、多くの方を引きつけ続けてきたものですので、やはりその内容もとても深いものになっており、常に手元に置いておきたい一冊となっています。今回はこんな素敵な限定プレミアムカバー版が刊行された本書を、改めて僕の今の気分でエッセンスのいくつかをピックアップしてご紹介したいと思います。興味のある方は、ぜひ、最後までご覧になってくださいね。そして今回も、幸せのチャーム探しがございます。この、金色のカエルのチャームを、動画のどこかに、いくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら、小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは、動画の最後にお伝えしますね。
それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。8、自分の気分に責任を持つ。自分がどれだけ幸せかは人生観次第である。幸せというのは何かいいことがあったから気分がいいということではなく、あくまでも自発的に生み出される心の状態を指すのだ。ここでびっくりするような事実を紹介しよう。どれくらい幸せを感じるかは練習することで増やせるのだ。毎日5分間幸せを意識的に感じる練習をしてみよう。何らかの理由で幸せだというのではなく、とにかく幸せな気分になってみるのである。まず自分の人生で一番幸せだった日のことを思い出してみよう。その時あなたはどんな気分だったか、その時の気分をもう一度体験してみるのだ。この練習を日常的に行えば、あなたは幸せになりたい時に幸せになれて、毎日をより幸せな気分で過ごせるだろう。幸せは自尊心と同様、個人の責任。他人があなたを幸せにしてくれることもあるだろうが、最終的にはあなた自身の心の持ちよう次第だ。うまくいく考え方、その8。いつでも幸せな気分になれる。12、自分は幸せになれると信じる。あなたは自分の生活の質、仕事、人間関係、家庭環境について満足しているだろうか。もし不満があってそれを変えたいと思っているのなら、大丈夫、必ずできる。私たちが今の状況に置かれているのはほとんどの場合偶然ではない。私たちは自尊心の度合いに応じて自分にふさわしい人間関係や状況に自分を引き込んでいる。ただしそれは無意識の行為だから、意識的に欲しいと思っているものとはかけ離れているかもしれない。健全な自尊心を持っている人は他人からの敬意や協力、友情を期待し、大抵それらを得られるのに対し、自尊心の乏しい人は居心地の悪い不快な状況にしばしば巻き込まれ、けなし合うような事態さえ招いてしまうのはそういう理由によるものである。では人生を好転させるにはどうすればいいのだろうか。それは自尊心を高めることに意識を集中することだ。そうすれば幸せになろうという思いが強くなる。自分はより幸せになるに値する人間だと心から確信できれば、あとは簡単。幸せを生み出すために必要な安全で合法的な手段を取ればいいだけだ。うまくいく考え方、その12。自分は最高の人生を送る資格のある人間だ。15、毎日30分、自分のための時間を持つ。毎日、自分にこんな予約をしよう。自分が心から楽しめることをするための質の高い時間を、少なくとも30分は確保すると。と言っても、手の込んだことやお金のかかることをする必要はない。小説の一章を読む、詩を書く、好きな食べ物を食べる、何もせずに心を落ち着かせて静かに座っている、といった簡単なことでいいのだ。何を選ぶにしても、それが自分に満足感や楽しみを与えてくれるものであれば、それで OK。仕事に追われたり、家族や友人の要求に無理に応えたりしているうちに、自分の人生がいとも簡単に犠牲になってしまう。これからは自分の必要性を満たすことは自分にとって大切だという意識を持ち、毎日ある程度の時間を自分のために使うようにしよう。うまくいく考え方、その15。自分は自分のための質の高い時間を毎日確保するに値する人間だ。50、自分の望む人生を歩む。
私たちは知らず知らずのうちに他人の期待の犠牲になり、自分にとって気が進まないことをするために多くの時間を費やしている。私たちはあまりに忙しいと感性が鈍り、自分が置かれている状況に疑問すら抱かずに日常に流されがちだ。これからの1ヶ月間、毎週30分ぐらい割いて自分の人生をじっくり見つめ直し、次の点について自分に問いかけてみよう。自分は今の仕事を本当に楽しんでいるか。他人から一番向いていると言われた仕事をしているだけではないか。心から楽しいと思えることをして余暇を有意義に過ごしているか。退屈でうんざりするようなことをしてはいないか。今の生き方は自分が選んだのか、他人に選んでもらったのか。金銭的な事情をはじめとしていろいろなしがらみがあるために、自分が選んだ生き方を完全に一生貫き通せる人はほとんどいない。しかし、あなたがもし自分は他人が決めた生き方をしていると感じるなら、そろそろ自分の夢を追い求める時期に来ているのではないだろうか。うまくいく考え方、その50。他人から期待されている人生ではなく、自分が望む人生を歩むことが大切だ。53。今、幸せだと気づいている。私たちは現在の幸せを楽しもうとせず、何らかの出来事が起こるまで幸せになるのを延期する傾向がある。例えば、こんな具合だ。私は〇〇を得れば幸せになれる。私は〇〇を成し遂げれば幸せになれる。私は〇〇という状況になれば幸せになれる。言い換えれば、新しい仕事や家、パートナー、車、学位、地位、人間関係などを手に入れることを条件に自分の幸せを決めているのだ。しかし、こういう姿勢ではあまりうまくいかない。それは次の2つの理由による。目標が達成できなかったらどうなるか。その目標を諦めるか、新しい目標を設定するまであなたはずっと不幸なままだ。目標が非現実的ならどうなるか。一部の人は現実離れした期待を抱き、事実ではなく希望的観測に基づく素晴らしいシナリオを想像する。しかし、そのシナリオはあまりにも非現実的なために実現せず失望する。そもそも、なぜまず必要があるのだろうか。今、幸せを楽しむことを妨げている要因は何なのか。それは、あなた自身の心の持ち方なのだ。目標の達成を幸せの基準にするのではなく、目標が達成できれば幸せだが、その実現に向かって励んでいる今も幸せだ、と考えよう。うまくいく考え方、その53。幸せになるのを未来まで待つ必要はない。今、すでに幸せなのだ。59。いい悪いという判断をしない。私たちはとかく、出来事や状況、他の人たちをいいか悪いかのどちらかに振り分けようとする傾向がある。だが、それらは本来どちらでもない。自分の解釈を適用するから、いいとか悪いとか思えてくるだけなのだ。100% いい出来事や 100% 悪い出来事は存在するだろうか。次の例を見れば、それが視点の問題に過ぎないことがわかる。状況1、学校の先生が不足している。悪いと思うのは、教育熱心な親で、子供が十分な教育を受けられないと考え、いいと思うのは、教職を目指す学生で、採用数が増えて就職しやすいと考える。状況に、売上が大幅に伸びた。悪いと思うのは、ネガティブな経営者で税金をたくさん払わされると考え、いいと思うのはポジティブな経営者で去年より収入が増えたと考える。このように、ある人にとって悪いことは別の人にとってはいいことなのだ。人生の出来事に関する心理を紹介しよう。誰の利益にもならないほど悪い出来事や状況は存在しない。
すべての人に利益になるほどいい出来事や状況は存在しない。どの視点から見るかで、どんな出来事にもいい面と悪い面がある。うまくいく考え方、その59。出来事は視点によって価値が変わるから、どうせなら悪いではなくいいと考える。62。現在に意識を向ける。ほとんどの人にとって心とは、過去と未来の間を絶えず往復する振り子のようなものだ。自分の思考内容を調べれば、過去と未来については多くの時間を割いて考えるのに、現在についてはほんのわずかな時間しか割いていないことに気づくだろう。残念ながら、私たちは頻繁にタイムトラベルをするあまり、現在の幸せを忘れている。未来のことを想像するのと過去のことを回想するのに忙殺されて、現在でしか手に入らない本当の幸せを見失っているのだ。心を現在につなぎ止めておくことは可能だろうか。簡単なようだが、実行するのはかなり難しい。でも、現在に意識することを心がければ、それぞれの瞬間は独自の美しさを持っていることに気づくはずだ。見るもの、聞くもの、感じるもの、触れるもの、すべてそうだ。もちろん、将来の計画を立てるのは全く問題ない。計画は目標の達成に必要だからだ。問題なのは、現在の幸せをつかみ損なってまで、過去や未来の楽しみにふけることだ。うまくいく考え方、その62。過去や未来の楽しみにふけるより、現在の幸せを感じる方を選ぶ。69。心の持ち方を変える。人生がうまくいっていないように思える時期は誰にでもある。しかし、あまりにも頻繁にそういう経験をするなら、心の持ち方を調べる必要がある。思考の質は人生の質に影響を及ぼす。心について知っておくべき重要な事実を紹介しよう。あなたの心は特定の方法で考えるようプログラムされている。心はコンピューターのようなものだ。たとえ気づいていなくても、あなたに最も強い影響を与えた人たちは、あなたの幼少期にプログラムを開始した。その結果、あなたは教え込まれた考え方を吸収したのだ。あなたの心は従来通りに考える傾向がある。同じように考え続けると、脳の中に一定の思考回路ができ、今後もそれに沿って考えるようになる。その結果、ネガティブな人はずっとネガティブなままで、さらに不平を抱くことになる。一方、ポジティブな人は、状況が悪化しても人生のいい面を見る。あなたの心は、プログラムし直すことができる。たとえ不正確なことでも、何度も繰り返し教えられた考え方を信じるようになるが、心をポジティブにプログラムし直せば、人生の多くの面を改善できる。うまくいく考え方、その69。心をプログラムし直せば、人生の多くの面を改善できる。89。一部の人に嫌われても気にしない。大きな書店で面白い本を探しているとしよう。電気には興味がない。自動書は何年も前に卒業した。犯罪ドキュメンタリーは怖いので敬遠する。コーナーからコーナーへ移動すると、いろいろな本があることに気づく。興味のある本もあれば、興味のない本もある。冒険小説のコーナーを通り過ぎると、推理小説のコーナーがあった。これだ。あなたは数分以内に一冊の本を選び、それを買って帰宅した。ところで、なぜこんなに多くの種類の本があるのだろうか。それだけ多くの種類の読者がいるからだ。その点で人間は本に似ている。退屈な人、不愉快な人、自分とかけ離れている人、自分とぴったり合う人など様々だ。人々の多様性を考えると、好きになれない人がいるのは仕方がない。あなたを嫌っている人がいるのは当然なのだ。ではあなたは、あなたを嫌っている人にどう対応すべきだろうか。
自分に危害が及ばない限り何もする必要はない。誰かがあなたを嫌っているからといってあなたに問題があるわけではない。自分の性格の一面を変えて好かれようとする人もいるが、よほど問題のある性格でない限りそんなことをする必要はない。もし他の人たちから嫌われている自分の側面をすべて変えようとすると、一人一人の好みはすべて違っているのだから、とてつもない作業に取り掛かることになるだろう。うまくいく考え方、その89。すべての人に好かれる必要はない。100。賢明な選択をする。選択をするのは簡単だが、賢明な選択をするのは難しい。自分が何を選ぶかは大変重要である。一つ一つの選択は、あなたの人生の方向性を大なり小なり変える分岐点になるからだ。重要な決定に直面したとき、あなたはどうするか。結果を予測して最大の利益が得られる選択肢を選ぶはずだ。いい選択と悪い選択を識別する方法を紹介しよう。いい選択とは何かについて適切な指針を持つことによって、個人的な問題を以前より迅速かつ効果的に解決できるようになるだろう。いい選択とは次の指針をすべて満たすものでなければならない。気分が良くなる。他の人が変わる必要がない。自分の幸せが優先されている。他の人が責任を取る必要がない。自分を含めて誰も被害を受けない。以上のすべての指針に従うなら、あなたは人間関係を改善し、はるかに幸せになるはずだ。自分の人生に悪影響を及ぼす選択を続けるか、いい選択をするための戦略を学ぶために少しの時間を投資するか、どちらを選ぶかはあなた次第だ。うまくいく考え方、その100。いい人生を作るには、一つ一つの選択の機会を大切にして、いい選択肢を選ぶことだ。本書では、自尊心を高める100のエッセンスが紹介されています。それぞれは無駄を削ぎ落として大切なことだけがコンパクトにまとめられていて、中には数行だけのものもあったりするのですが、それぞれがとても深く、とても考えさせられる内容になっています。時にストレートにその言葉をズドンと受け取る方が、むしろ心にグッと響いてくることがあると思いますが、本書はまさにそういった類の本です。長い間たくさんの方々に読み続けられてきたのも、そんな理由があるのかもしれません。100のエッセンスをどのように読み進めていくかは自由です。時間がある時にゆったりとコーヒーを飲みながら通しで読むのもいいですし、今の悩みの答えになる項目を読んでみてもいいですね。またそれぞれの項目をこの1週間の自分への決め事として利用するのもありですし、毎朝ランダムなページを開いて1日を過ごす指針として使ってもいいかもしれません。ちょっと面白いのは、今回僕は改めて1から100まで全てを読んでピンとくるものだけをピックアップしていったのですが、最後にピックアップしたものを見てみると、今の僕の心の中で何に満足していて、何を欲していて、何に迷っているのかが見えてくるような気がしたんですよね。幸福感や自己肯定感は上がってきているのかも、とか、その上で次のアクションへ進もうとしているんだろうな、なんて自分自身を感じることができたんです。こんな使い方もありですよね。様々な読み方ができる毎日を豊かに過ごすために定期的に戻ってくる場所。そんな位置づけの本だと思います。そんな本が実は Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited でも読めるんです。限定版プレミアムカバーでリアルに手元に置いておくもよし、スマホやタブレットに常に入れておくのもよし、それぞれのライフスタイルに合わせてぜひ読んでみてくださいね。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で3つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せ作りに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、
チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。